さあまず今日一日終えて今の心境いかがでしょうか。まあ、すごく楽しく一日過ごせたので良かったです。ちょっと音楽に乗りながらっていう場面もあったと思うんですけど、はい、洋楽好きなので、はい、好きな歌が流れていたのでつい乗ってしまいました。まあ、今日の練習にあたって何か自分の中で準備してきたことありますか。まあ、体幹のメニューだったりとかっていうのは、横浜の方でもこなしていたので、まあ、ついていけるだけのことはやってきたかなと思ったので、まあ、とりあえずはついていけたのでよかったと思います。どうでしょう、その自分が想像していたプロの練習と今日の練習何か違いありました。やっぱりアップがすごく長いなというか、はい、一つ一つが丁寧なので自分もそういうところをしっかり見習っていきながらやっていきたいと思います。ついていけそうですか。頑張ります。さあ入寮して、はい、改めてそのプロへの一歩というところでどんな心境ですか。はい、寮のお風呂がすごく綺麗なのでそこをすごく良かったと思うので、はい、しっかり疲れを癒しながら疲れを溜め込まないようにこの1月を乗り切りたいと思います。お風呂好きですか。お風呂好きです。じゃあもう癒しの時間なんですね。そうですね、はいはい、じゃあその元気な姿を楽しみにしてますので、はい、まあ、これから、キャンプに向けてはどんな風に自分で仕上げていきたいと思ってますか。そうですね、新人なのでもうしっかりとまずはがむしゃらに、はい、今年のキャンプを、まあ、怪我なく乗り越えたらいいと思うので一つ一つ、がむしゃらに頑張っていきたいと思います。なんか松田選手も元気なのが入ってきたというふうに結構言ってましたしね、はい、その辺は耳に入ってますか。いや三笠、球団本部長の方からも、松田さんが楽しみにしていると言っていたということを聞けたのでもう自分の、はい、やる気にもつながると思うので、はい、元気を出して負けないように頑張ります。はい、ではカメラに向かってこれからの意気込みをファンの方にメッセージお願いします。はい、今年の目標はチャンスを逃さないことです。2軍3軍でしっかりチャンスをいただいたらそのチャンスにもう逃さないように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。